スプレッドライダーの江畑翔平です。僕の方からは、LTB リミテッドの紹介をちょっとさせていただこうと思います。まずリミテッドの形状なんですけど、可変キャンバーといって、あの足元にフラットがあって、こうプレスした時にこう少しキャンバーの板より上げやすい、板を上げやすいっていう形状になってます。なおかつセンターにはしっかりキャンバーがあるので、弾きはキャンバーのような弾きができますね。で、僕がこの板で気に入ってる点なんですけど、そうですね、やっぱラントリーとかが最近やっぱ結構主流になってきて、僕もよくやるんですけど、高速中速域でやっぱバタつきが少ないことと、あとやっぱこうしっかりその速度に負けることなくフレックスで板の反発を出していけるっていう点がやっぱ楽しいところですかね、この板の。まあ、その辺が僕はすごく気に入っています。まあ、今からこうラントリーしたいなとか、高さ出してやりたいなっていう人とかには結構おすすめの板なんじゃないかなと僕は思ってます。スプレッドライダーの京北翔吾です。この LTB リミテッドは可変キャンバーで、有効エッジはそのままに、踏んだ際にノーズとテールが上がるのでターンの切り返しがすごく楽になって気に入っています。で、張りがあるので飛び系や高回転などのトリックがすごく高さがなくしやすくて気に入っています。で、デザインもウッド調で渋くてかっこよくなっているので、ぜひ手に取って乗ってみてください。